さあ、盆栽戦争やっていきますということで、そういえばこのね、天神のギルガメッシュっていうのがね、久しぶりにチケットガチャでね、引けました。原戦争の中で一番ね、誰が好きかって言ったら、男、女全部ひっくるめたらやっぱギルガメッシュが一番なんでね。旧ギルガメッシュですけどね。新ギルガメッシュは全く興味ないんで、あれなんですけど。一応ギルガメッシュ愛が伝わったみたいですね。ただね、レベル89でもね、なんて言うんだろう、ちょっと前のなんか、結構強かった、なんて言うんだろう、PVP で強かったキャラクターより、なんか89の最新キャラクターの方がなんか強い感じですね。まあ PVP はそんなに興味ないんでね。まあその話は終わりにして。さあ本題に行きましょう。いや、もっと早く動画撮るつもりだったんですけどね。ちょっとロマサガ RS とさ、エバークライスのね、ちょっと動画で忙しくて撮れなかったんですけど。もう最近ちょっとスケニアプリのね、サービス終了がすごいじゃないですか。つい最近ね、3タイトルがまた続けて刷新したんですよ。1個がドラゴンクエストチャンピオンズ。もう1個がドラゴンクエストケシケシ。直近サービス終了したのが、インペリアルサガですね。この3つが、ついに刷新しましたね。まあ、ケシケシもね、チャンピオンズも、もうスタートでこけてるんで、まあ、当然の結果。まあ、インペリアルサガ確かあれ、アプリっていうかソシャゲですよね。ウェブ版ですね、確かね。まあ、この3つのタイトルはまあ、終わってなんか叱るべきっていうかまあ、いつ終わるかなっていうくらいのタイトルだったじゃないですか。ちょっとこれによって、ちょっと最近調べてみたんですけど、今、スケニタイトルって何タイトル今やってんのかなと思って、アプリ初心者でね。今ね、生存しているのがね、ここにバーンって載せますけど、調べた結果ね、12タイトルでした。半分以上はね、自分、引退してますけど、基本的には軽くは触ってるんですよ。上からね、リリース順に書いてあるんで、まあ、一個ずつ触れていきますけど、この戦国とスクールガールズは、まあ、なんで続いてるかちょっとよくわかんない感じですね。ランニングコストがすごい少ないのかわかんないですけど。まあでもね、この2つとか10年くらい続いてんのかな？ 10 年くらい続いてるからなんか理由があるんでしょうね。まあでもまあ、そこまで注目してる人も少ないと思うんでね。とりあえず置いておいて。レコードキーパーも、まあ、自分は普通最初の方やってましたけど。これはもうね、今ね、危険水域に入ってきてて、まあ、ゲーム愛指針だと、まあ、1億は切ってますね。最近のスケニアプリソシャゲはね、1億切ると、もう刷新しちゃうようになってるんでね。で、レコードキーパーも危険水域ですね。で、星のドラゴンクエストは、結構ずっと高かったんですけど、まあ、スケニのこの悪評がね、響いてるのか、昨今急速に落ちてきて、そろそろ危険水域に入ってきそうな感じですね。星のドラゴンクエスト。まあ、でも FF タイトル系よりは全然高いですけどね。今ドラゴンクエストタイトル今3個ありますけど、まあ、次刷新するとすればこの星のドラゴンクエストですね。次はこの FFB、こう、原戦争の本家ですね。こいつはね、結構安定してるんですよ。一定ラインで安定してるんで、なんか、もうコアな層が、なんか支えてるって感じですね。でもランニングコストそんなに高くなさそうなんでね。でもどうなんでしょうね。まあでも売り上げランキング的にはもうレコードキーパーと同じくらいにはいるんで。まあ本当に運営の気分次第だと思いますね。ここより上のタイトルとかも普通に刷新してくる今スケニなんで。まあ、ここら辺に関しては売り上げランキングっていうよりも、なんか運営が、決めたら終わりって感じですね。で、ロマサガあれですね。ロマサガあれさ結構ね、こうスケールの中ではドラゴンクエストの次にね、結構強いタイトルだったんですけど、最近ちょっと急激にね、落ちてます。その原因はね、自分最近の動画でいろいろ話してるんで、インフレ問題についてっていう話をね、動画で話してるんで、それを見てもらえればと思うんですけど、そのインフレ問題に関してはスケールにアプリ共通して言えるんで、なんか他のゲームタイトルよりも、スケールにタイトルってなんかインフレがすごい早いじゃないですか。それについて話してるんで、見てもらえれば。あと、とある魔術のインデックスは、自分もこれやってたんですけど、これもなんで続いてるかちょっと自分にはわかんないですね。スクールガールズとかそこら辺と同じくらいの位置づけです。なんで続いてるんだろうっていう。自分もアニメね、最近すごい見るんですけど、昔はあんま見なかったんですけど、でもね、当時ね、このとある魔術のインデックスシリーズ、まあ、とあるシリーズ、アニメ見た時結構衝撃だったイメージがあります。なんかね、自分の記憶の中で面白いアニメ、3作品あげろって言われたら、その中の1個に、まあ、インデックスは入んないですけど、レールガンですね。レールガンはもう確実に入ってきます。だから、ちょっと、ね、続いてくれて嬉しいですけどね。まあ、自分はもう引退してますけど。ドラクエウォークに関しては、もうこれはもう今、もう絶対に大丈夫。まあ、この前話した、上位層、中位層、下位層ってアプリ、ソシャゲ売上ランキングがあったとして、もうずっと上位層にいるんで、まあ、スケニの看板タイトルですよね。ドラゴンクエストウォークね。
これはまあ差し入れすることはないと思います。そして来ました、我らがね FFB 盆栽戦争ね。こいつに関しては最近ね、ファイナルファンタジー7コラボでさ、ちょっと一瞬息を吹き返したんですけど、まあこれよく動画で話してますけどね、ドーピングっていうのはあの反動が大きいんで、わかんない、6月中旬くらいにね FF5 の、 ギルガメッシュあたりが来ないとちょっと微妙なとこっすけど、まあ、とりあえずこのルティアルじゃね、売り上げはそんな伸びないと思うんで、自分は今ねこう FF 本家 FFB とこう FFB 幻影戦争って、まあ、一応兄弟ですけど、そろそろね幻影戦争ね、この本家の下に入っていくっていう気がするんですよね。で今そんな感じです。 FFB 両タイトルはね、ドラクエタクトは、まあ、ドラクエタイトルなんでね、まあ、大丈夫ですけど、でも急速に落ちてきてるっちゃ落ちてきてますよね。まあでもまだまだ大丈夫だと思います。オクトラね、オクトラに関してもこいつもね本当に FFB と同じくらいですね、位置づけ的には、売上ランキングの位置づけ的にはね。何でもいいけど、この1ラインっていうのはもうスケーニの気分次第なんで、もうスケーニアプリ運営がね、もう終わりって言ったら終わりになるくらいの売上ランキングですね。最後に FF7 エバークライですね。これもね昨日動画出したんですけど、まあ、本当にまだリリースしたばっかのものあるんですけど、個人的には今ねやばいと思ってます。ファイナルファンタジー7すごい好きで応援してるんですけど、まあ、昨日詳しく話したんでそれ見てもらえればと思うんですけど、本当に今が正念場っすね。この2ヶ月間くらいで運営がどういう動きをするかで、このエバクラは、まあ、早期差し入れルートに入るかっていうね決まってくると思います。さっきも話したこう FFB ライン、 FFB とかオクテララインにこう並ぶかっていう瀬戸際です、今エバクラはね。エバクラに関しては力の強い運営 P がね2人くらいいるのかな、2人くらいいるから、まあ、そうそう終わんないんでしょうけどね。リンカネみたいにもうデッドライン大幅に超えていても、まあ、早期差し入れって言ってもね無理やりリンカネみたいに3年くらいは続くと思うんで、そっちのルートに入ったとしてもね、まあ、自分は頑張ってねこの 2,3 数ヶ月でねこう本気で改善すれば、全然エバークライスはね長期運営目指せるタイトルになれると思ってるんで頑張ってほしいですけどね。ただまあ客観的に見てすごい厳しいと思います。この12個が今スケニタイトルで生存しているアプリ初仕上げですね。この12個あと1年2年3年くらいでね生き残っているタイトルが何タイトルあるのか、果たして次はねどのタイトルが刷新するのか、ちょっと上の2つはちょっとよくわかんないですけど、自分結構怪しいなって思ってるのはレコードキーパーくらいかな。何でもいいけど、このドラゴンクエストの3作品とロマサガアレスとエバークライシス、あと幻影戦争かな、このタイトル以外は現状ね本当にいつ終わってもおかしくないような状態なんで、あと3年くらいって考えると自分が生き残ってると思うのはロマサガアレスとドラクエウォークとドラクエタクト、この3つかなっていう予測ですね。そう考えるとなんかスケニアプリってさ、なんかすっげえアプリたくさんリリースしてたイメージあるんですけど、もう生き残ってるのたった12作品しかいなくて、まあ、最近スケニアね量より質へって言ってね、いろいろ開発を中止して、ね、特別損失220億出してましたけど、その中にどのタイトルが入っていたかわかんないんですけどね。アプリ初上げも結構入っていたと思うんで、うん、そうだろうね。だから自分はだから本当にアプリ初上げ新作ね近々出るっていう感じは一切しないんで、唯一あったのがキングダムハーツのさ新作アプリだったんですけど、自分は開発中心それ入ってると思ってるんで、そう考えるとあれっすよね、量より質でっていうかさ、必然的にそうなっちゃうって感じっすよね。だから幻影戦争の動画でも昔から何度も言ってるけどね、いろんなアプリ乱立しないでね、幻影戦争っていう素晴らしい作品にねこうリソースを集中させた方がよっぽどいい結果になりますよっていうのをずっと言ってきましたけどね、まあ、もう手遅れですけど、いやー本当になんでこうなっちゃったんでしょうねスケニにね。いや本当に悔しい、悲しくて悔しいですよ。こうファイナルファンタジー幻影戦争だってさ、もう全然上位層、ドラゴンクエストウォークまではいかなくても、ドラゴンクエストウォークとドラゴンクエストタクトの間くらいに来れるくらいの作品だったんですよ、このファイナルファンタジー幻影戦争っていうのはね。それをこんなに見るも無残なボロボロの作品にしてしまってね、すっごい悲しいです。まあ自分はね、こう自分はスケニの上じゃないんで何の関係もないですけど、自分の頭の中にはね一応もう発見取れるゲームっていうのは 2,3 個くらいイメージはあるんですけど、誰かこの頭の中にあるこのスケニアプリを実現してくれる人いないですかね、スケニ開発の誰か。はっきりと頭の中にイメージあるんですけど、自分はそういうなんていうの IT 関係の仕事一切してないんで、どうしようもできないって感じですね。まあ、そんな感じで最近のねスケニアプリの近況解説でした。どうもありがとうございました。